ボタニカルガーデンに来ました。外はかなり灼熱の太陽が当たっています。多分40度近いその今日は気温でしょうか。体に突き刺さるような、太陽の光線を光を感じております。ただ湿気がありませんのでそこまで蒸し暑さは感じません。日陰に行くとさらりとした感じですね。こちらがボタニカルガーデンの入り口となります。今タクシーでホテルから来ました。ホテルは空港近くのヒルトンホテル、フェニックスヒルトンホテル、そこに、今日は泊まる予定で荷物をすでに預けました。これからこの、植物園を散策する予定です。